さんによりますパフォーマンス、どうぞ。涙は薬と笑う、また周り落ちてゆく雫。ありがとうございました。音響さんの音のブチ切り方短かったな、ブチって。えなんかのちょっと待って、前のちょっと前回マギントさん、はい、いろいろな落差があって、ね、まあ面白いですけど、マギントさん、あれまだ続いてますか、ちょっとマイクをお渡しさせていただいて。ごめん、これ今これは喋れるキャラ、それとも喋れないキャラ。喋れます。あ、喋れるけど、喋れるけどね。もうなんか、これコンセプトは、はい、牛車の車輪です。ん？牛車の車輪です。あ、牛車の車輪。はい、こもってるから。ふって聞き直した。牛車の車輪。はい。なるほど。自分で作ってるんですよ。はい。絡みづらいな、なんか。これあのどれぐらいかかりました、作るの。3週間くらいかかりました。でもあの暇で作ったの。え、あの時間が、あ、聞こえにくくもある、ね、聞こえにくいもあるね、はいはい、声も届かないし、はいはい、こちらの声も届きづらい、届きづらい、ね、はいはい、両方やばいな。何、あの暇な時に作って3週間ぐらい。はい、あのニートの時に作りました。あれ、じゃあ今はニートを脱会したってこと。めでたく就職できました。おめでとうございます。ありがとうございます。よかった。ちょっと めでたい。どこに。あの京都の牛舎。京都、はい、京都の牛舎、はい。牛飼ってんの？牛を飼育してるんですか？あの牛に引っ張ってもらってます。あ、そう。京都からお見えなんですか？はい、新幹線で来ました。本当に？はい、京都在住？はい、今はね、ニートから。あ、なるほど。あれ、毎年参加してくださってる方なんですか？いや、今年初めて来ました。あ、だからすごいね。ね、京都もすごかったね。節分お化け、ね、ありますもんね。びっくりするね。あえて京都ではなく吉原に、ね、来てくれるのは嬉しいですけれども、はい、京都から来た割にびっくりする。あのパフォーマンス、はい、びっくりするけど、まあ、よかったよかった。ありがとうございます。びっくりするけど、はい、はい、あとちょっと気になることないですか。いろいろ気になる点がたくさんあるけど、はい、ちょっと質問が、ごめん、俺もちょっと混乱してきて、質問がいろいろとあるんだけど。踊りはどういう、なんか踊りはなんかこう思い入れあるんですか、あれは。チューチュートレインをイメージしました。なるほど。なるほど。あれ、エグザイルじゃない方じゃないですか、もう世代的に。ズーの方のチューチュートレインですよね。そうです。初代の方のね。あ、なるほど。いやいや、いいと思います。わかりやすかったです。ね、チューチュートレインとしてはわかりやすかった。車輪が回る様を。すごく ね素晴らしく牛舎だから牛舎まさかのこれ作ってる間に牛舎に就職が決まる。そうだって牛舎だけど、牛舎ってどっちの今だから、はい、これは牛の車ですよね。牛の車です。牛の車ですよね、はい、で今勤めてるのは、牛の、この車の方ですよね。公社の車ですね。もともとなんかそういう牛さん関係のお仕事されたんですか。なんかいろいろご縁があって、うん、はい、牛にまつわる会社に行くことができました。あ、じゃあ、こだわってるのは牛だけ、はい、牛がこだわってるってことですか、はい、こだわりは牛ね。はい、牛です。牛なんですか。ないです。
わかりますよ、気持ちはわかりますよ、ね、あのね、吉原にもね、昔ね、牛太郎っていうのがいた。その前知しかなかったみたいです。それは今引っかかんなかったね。牛太郎は引っかかんなかったんだね。それは人ですか。人です。あ、じゃあ全然、はい、興味ないです。あ、興味ないんだ。牛がいいんですね。牛がいいよね。なるほど。じゃあちょっとその新しい職場への意気込みを一言皆さんの前で決意表明として。はい、はい、お金持ちになりたい。すごいだもんね。すごい現実的だよ。わかりました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、エントリーナンバー7番、京都からお越しいただきました和牛丼さんでした。ありがとうございました。